私は今高校生なのですが、先日寝坊をして普段家を出る時間に目が覚めてしまいました。あるある。慌てて支度をしてなんとか学校には間に合ったのですが、すごい。なんと制服の下にパジャマを履いたままだったのです。はあ。その上最近の私は寝るときにパンツを履かないいわゆるノーパン主義に目覚めていたため目覚めちゃったせっかく学校には間に合ったのにパンツなしで一日を過ごすためになりました。すごい。ちょっと待って、はい、どういうこと。制服、うん、ズボン、うん、ノーパンってことですよ。スカートの下にズボンを履いたんだよね。よくありますよね。そういうよくはないよね。よくあるんだ。じゃあ今度会った時に写メ撮ってきて。いやそれは嫌です。でもなんかうっかり寝ぼけて、うんうん、私もあります。履いたまま出そうになったことあります。出ませんでしたけど。でもさ、はい、焦りすぎじゃないですか。なんでそんな戸惑ってるんですか。さ、はい、どこまで掘っていいのか分かんないけど、はい、パンツ履いてないんでしょ、はい、でもまさかパジャマ履いてずっといたわけじゃないでしょ。ってことはスカートの下ノーパンでいたってこと。いやパジャマ履いてたんじゃないですかね。あ、いっそ覚悟こうなんかあのジャージとか下に履いてる人いるじゃないですか。学校にジャージを置いててそれを履いたとかかな。あー、そうかもしれない、ね、もうシーボンさんそういうところもちゃんと書いてくれないと気になってしょうがないよ。両平さんはそこ気になりますか。両平さん。あ、でも多分そういう感じだと思います。寝るときどんな格好で寝る。私あのワンピース1枚です。に上にジャージの羽織パーカー着て、うんうん、ズボン履いて、うん、あ、ワンピース1枚じゃねえじゃん。あ、1枚の時も最近夏場は1枚なんですけど、もう今移り変わりの冷え性です。靴下履いて寝ますね、うんうんうん、そうなんです。パンツ履いてますよ。なんでそんななんかこうこっそり聞かれるんですか。今ちょっとね、やめてください。あるの、なんですかこれ。もあるのも大人の男になるとちょっとストレートには聞きにくいなっていうこともあるの。いやいや大丈夫です。多分でも今ねあの聞いてる方々もみんな気になってたと思う。え、でパンツはってみんな思ってたと思う。思ってない。目覚めてないです私は。